ザ・50回転ズのロックンロールやりこう。はい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 、はいはい、また出てきましたよ。はい、出てきました。ザ・50回転ズが皆さんと一緒に、うん、まあいい曲で楽しんでいこうと、はい、そういうコーナーなんですけれども、うん、今回ですね、はいはい、まあ、以前その無人島で聴きたいレコード、はい、まあぼやぼやと話させていただきましたよ。ありましたね、うん、ただね、好きなレコードを語るっていうのはね、うん、もう難しい一番確かにね、好きなレコードってもう言うことがないでしょ、うん、好きなの決まってるからね、うん、そう、でも人に説明する必要がないと思ってしまってるから、そうか、うん、聞いてもらうで終わってしまう。そうそうそう、で特にこう YouTube で曲流すわけにいきませんので、そうなんですよね、うん、いいではちょっと良くないんですよね、うん、そうなんですよ、ね、なのでちょっと今回は無人島に持っていくもう最上級の最高レコードっていう、まあそのテーマではあるんですが、うん、はい、ちょっとこうシチュエーションを限定していこうかなと思いまして、うん、今回考えてきましたよ、はい、アトスさんと、はい、考えた結果、はい、今回は、はい、友人の結婚式の二次会 DJ を頼まれた際にかける曲特集でございますよじゃん、限定的まあということで、はい、まあまあそのタイトル通りですよ、はいはいはい、おめでたい席でね、うん、そうですよ、もう切って離れた、はい、そんなのが歌詞に入ったらいけませんよ、ダメですよ、愛ラブですからね、そうですよ、愛とラブを中心に、ね、まあ、DJ 行きたいんですが、やっぱりこう二次会なんでそろそろ座も乱れてきつつあります、はい、しかもご友人が多いと思うんでね、あのお父さんお母さんはそろそろホテルでお休みになるかな、先帰っとくねー、そう、先帰っときますと、ね、いうことになるんで、ご友人たちと、はい、ざっくばらんに楽しむ二次会場、はい、二次会会場でさあ何かけましょうかと、何かけようかね、うん、と思っていろいろ持ってきました、はい、どうしようかな、何かできましょうかねまあ僕なんかは一番最初に思いついたのはね、はい、チェリッシュかなとか、それはそれいいです、それあの披露宴で歌うやつ余興ですね、それね、まあもう、まあまあ、当然ね、吉田拓郎さんの結婚しようよ、分かりやすすぎる分かりやすいというか、まあ、結婚したんですよ、なんですよ、結婚したんですね、これもちょっと置いときます、うん、でまああのまあ、僕の大好きな、はい、ね、違うね、和製トロピコお嫁においでね、お嫁来たんよ、お嫁に来たんですね、もうね、もう来たる、来た後の話、二次会まで行ってます、ね、そう二次会やから、はいはい、で新沼謙治の嫁に来たんやって話に、はい、来た後の話、来た後の話ですからね、はい、オッケー、じゃあまあオッケー、僕がねやっぱりこうやっぱ最高なのはこう B 面、竹本孝之さんの約束はいらないの B 面、君は最高、ミルキス、君は最高だねっていうのをこう、だからこの枚数全部持ってきますよ僕、これ全部同じです、これ全部つなぎますから、何が起こってるんですか、 DJ ですからこれ、なんか手品ちゃうからねこれ、ま、ちなみにあの僕も持ってきましたけどね、あ持ってきた、まあ、一応もう持ってきました、2枚目いらん1枚で10枚の買い、あそっか、うん、そっかそっか、まあ、このすごいラブに満ち満ちたね、はいはい、まあ、こんな曲から始まりまして、うん、いいね、で1曲やとちょっと寂しいんで、はいはい、1曲目っていうのじゃ2人さっき聞いてから、あ1曲目、うん、1曲目よ、はい、俺はねやっぱまだ 甘くいきたいのね、うん、二次会といえどね、うん、あそうや、これ縛りというか一応ロック方面でという縛りが出てまして、うんあそうか、新郎新婦と俺たちとの、つまりその DJ との関係もあるしね、うん、あそれだいぶ変わってくるな、そうね、うん、いや友達ならいいけどさ、うんまあ、お付き合いになるお仕事先の方とかさ、困るわ、あなかなか、あ恩師のお子さんとかさ、そうなってくるとなかなか下手なもんかけられませんよ、いけるかなそれ、ドリー君、うん、あじゃあその辺もシチュエーションも加味して、いやだからねまあ、うん、それはもうすごい仲いい友達なら、うんもう1曲目これよ、どれ、はい、電撃結婚おめでとうって、雷ワーンって、もう一回行こうはい、というわけで、はい、そうね、1枚目やっぱりこう仲のいい友達なら、はい、これでいくかなっていうのは、はい、まあ電撃結婚おめでとうっていうことでね、雷ワーンかな、雷ワーン
タミヤに2になった なんか知ってるような、うん、なんかねやっぱ NG 重ねるからやっぱ存じ上げてましたね。切らせないよ怖い怖い怖いそういうことで編集させないようなこのトークになってますけど2回やり直してんのも見られるのめちゃくちゃ恥ずかしいまあでもねギターアルで始まる、うん、うそういうのもいいじゃん2次回、うん、いいね、うん、でだからギターアルの間違って君は最後ミルキスかけてしまうしかも絶対かけた後にそう、何3人で呼ばれてんの。あほんまですね。あ3人で呼ばれたことでもいいよ。あそれもいいね。いいですよ。じゃあボギー1曲目何いく。ボギーの出番になってからそうですね。もうやっぱ円竹は早すぎるけど、もう2時間やったら結構ねお酒も進んでると思うよ。そうですよ、うん、やっぱね、ご飯食べてお酒飲んで、うんうんうん、日本全国酒飲み温度ですね。酒が飲める酒が飲めるということですか。人の結婚式の二次会で酒が飲めるぞと、うん、はい、いい話ですな。いい話なのか、ね、DJ で呼ばれてるのが仕事せなくて、うん、酒飲んでる場合ちゃうわ。飲んでる場合ちゃう、うん、まあでもまあ楽しい感じで ね、 ねえっ、ね、いろいろ持ってきたんで、はい、もうちょっと時間の都合でどんどんいきますよ。はいはいはい、1曲目、うん、まあ、君は最高ミルキスは、まあ、当然、うん、ありだと思うんですけど、当然やっぱりね、はい、ファンキーモンキーベイビー、あーどう、いいねいいね、うん、どんな DJ の人でも1曲目にかけて OK って多分言ってくれると思う、うんうん、スッと入ってくる。ファンキーもモンキーもちょっと意味が分からんけれども、うん、ラブソングやし、確かにということはもうバッチリやし、はい、まあそうね、まあ、日本で言うとこう、うん、お前とな2人だけの世界へね、はい、ランナーでしていくとか、はい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 、でやっぱり僕はいつもいつもというかね、以前友人の、はい、結婚式に呼んでいただいた時にね、うん、DJ じゃなくてその時はそのギター弾いてくれというご要望があって、まあ、ここだけの話ですけど、うん、今日 YouTube、うん、闇営業なんですけど全世界に YouTube、 いや友達やからもちろん0円ですよ、うん、はい、やっぱりスパイダースの曲をね、なんとなくなんとなく幸せお借りしてみたりしましたけど、いいね、いいですね、うん、まあね、ちょっと洋楽ももあって、はいはい、ちょっとパワーポップやけど、うん、ダズラーズのラブリークラッシュとか、うん、ちょっとこうほんわかね、ほうほう、意味もちゃんとこう、うん、クラッシュってI'm crush on you って、うん、あなたに一目惚れみたいな意味もあったりするしね。なるほど、はいはいはい、でこうデイブ・クラーク5のね、ええ、Can't you see the sea of mine、うん、いいね、まあ、こんなまったり、はいはいはい、好きさ好きさド直球、ね、ド直球君はね、こう俺大体僕の DJ のスタイル分かってきたでしょ、うん、微妙にこうネタが入ってるっていうことなんですよね。わかりやすい。でやっぱりこう今日はだって初めてのね、うん、まあいわばそのなんて言うんですか、大丈夫ですか2人でね、まあその、お前にチェックインということですか、まあ僕も持ってきたんですけど、持ってきたんか、決めてやる今夜、お前決めてやる今夜、決めてやる今夜、決めてやるいいね、ジュリーもね、どうりで2曲目以降いってみて、2曲目、うん、いやでも僕はねちょっと甘くいきますよ。もうなんか相変わらず甘いね、うん、チートリです。あチートリもいいね、真面目、甘い罠、甘い罠いいね、いいやんか、罠っていうところがちょっとなんかこう道ならぬ恋みたいな感じもしますけれども確かにね、シンプルに怒られそうな、うん、いい曲なんだよな、うん、いいですね。僕ちなみにいろいろ持ってきてますよ、はいはい、A place in your heart ね、うん、あなたの心の場所にね、うん、僕も入れてよっていうこういうラブソングもあったりですね。なるほどね。カエルコールってあるでしょ、結婚したら帰らなきませんよ、はいはいはい、外で飲み歩いてる場合じゃないんですからなんで俺に言うベイビーアイムカミングホームですよ家帰るよ、はい、マックライスの名曲、こんなもありますしね、ありますね、はいはいはい、まあこれはね、うん、これはだってなんかもうなんか最高じゃない、うん、これいいね、これ俺もね持ってこようとしたんだよ、うん、なるほど ね、まあ、名曲やね。で、まあ、ちょっと LP も持ってきたんでね、うん、はいはい、何それ、これ LP というかね、うん、これ SP なんですよ、 SP すごいね、うん、これちょっと持ってくれる、はいはいはい、これねアルバムなんだ、めちゃくちゃ重いです、開きますんでこれ、はい、ここにね入ってるんですよこれ、はい、これフランス語ですか、どう読むんですかこれ、エトワス・レ・デ・パラリス、ほんまにチャンソン・デ・パラリス、うん、ね、まあ、シャンソンのね、はい、シャンソンのアルバム、SP アルバムなんですけど、はい、エディット・ピアフ先生ですよ、はい、やっぱ愛の讃歌、うん、愛の讃歌の歌詞をね今回このお題でレコード持ってくるときに初めて読みました。あ、確かに、うん、そうしたら、うん、すごいね愛の深い愛の歌詞で結婚式にぴったりだったんです。なるほどね、はい、要チェックですよ、はいはい、でまたこれね、はい、あシナロケ、これは、これいいな、うん、I love you、 もうどんどんいきますよ、はいはいはい、I need somebody to love、はい、ね、誰か愛する人が欲しい、うん、
できたね、できた、できたねっていう目でこう DJ するわけよ、うん、VABs、うん、最後のね、うん、まあ、ちょっと パンクパワーポップね経由したそう、ね、でまあちょっと変わり種でね、上海パンスキングの僕の好きな吉田秀子さんのね、うん、浮気はやめたという曲があります。一応持ってきました。大丈夫か。ダメだろ。ほんで、あ、浮気やめたって、浮気でも、まあ、やめたことはいいけど、ね、やめたというかやるなよっていう話なんですけど、アレサ・フランクリンもね、あ、アレサ、アレサのスインクさ、うん、あの僕すごい好きで、はい、ちょっとなんか、うん、もう情景が浮かぶでしょ。アレサがスインクを歌う時は、うん、大体ブルース・ブラザーズが一緒にこう、あの感じを思い出していただけると、そうですね、キモッタマ母ちゃん、完全にそうだね、キモッタマ母ちゃんになる妻のことも、うん、あのね、神父のこともちょっとイメージしていただけるかなと、うんうん、はい、そうね、まあ、杉良さん、杉良さん、君は嫁のために死ねるか、違う、嫁のためじゃん、愛ね、あ、そうそう、愛ね、人のために、人のためにしながらね、まあそういう、まあ、こう名曲があったりですね、はいはいはい、まあでもそんなちょっとジャケットすごいな、すごい。そうね、物騒ね、いろいろこう命の危険のある役をやってますから ね、うん、ね、はい、はい、まあ、ちょっと真剣にいきます、うん、はい、ああ、いいですね、ごめんでない、うん、いいね、これね、あの、うん、スタンドバイミーっていう映画あったでしょ、うん、あの映画でなんとなくこの曲のイメージが、うん、友達のイメージやったと思うんやけど、はいはいはい、はい、確かにね、スタンドバイミーそばにいてくれよっていう、うん、まあ僕はそういう歌詞だと理解してるんやけど、 あれはね、友人だけじゃなくて、うん、なんかこうそれこそ新郎新婦というか、うん、ご夫婦にも通ずるんじゃないかなこの歌詞はと、確かに、で限定的じゃない歌詞なんで、うん、僕はこれ結構ねおすすめ、いいですね、ジョン・レノンバージョンもいいですが、うん、やっぱりベンさんバージョン、ベンさん、うん、これおすすめ、はい、でね、ちょっとあの裏おすすめバージョン言っていい、うん、アキ・カウリスマキ監督のさ、はい、イカスミ同盟っていう映画見た、見てない、知らないですね、あれのね、うん、はい、エンディングに近いところで、うん、まあ、登場人物がスタンドバイミーを歌う、まあ、バンドに乗せて歌うんですけど、うん、はい、めちゃくちゃいいんで、もうベン・イーにほんま迫るよ、ベン・イーン、まあ、あれはどっちかというと常連のバージョンやけど、はいはいはい、すごいで、まあ、ちなみにベン・イーは素晴らしいライブバージョンが、はい、まあ、今時ねYouTube に上がってます。87年のベンイキング、はいはい、うん、油乗りまくってます、溜めまくります、フェイクもセリフも入れまくる、はい、ちょっとややバックバンドの演奏がね、うん、まあ、あのもうちょっとタイトやったらいいなとは実はちょっと僕は思うけど、はいはいはい、素晴らしい歌声を披露してる、なるほど、まあ、この辺もおすすめ、うん、はい、ちなみに僕は ね、本編ではこんなもんかな、本編というか、まあ、うん、本編DJ でまあこうかけていくでしょ、気になる女の子ね、はいはい、でまあこうやっぱ本編で恋人気分でね、いつまで見てくださいよ、はいはいはい、でまあちょっとこうフォークロックな雰囲気もあってね、ホームタウン急行のあの感じあの素晴らしい、あの幸せになるのよ私っていうね、はい、この新婦目線のがあったり、うん、あ、なるほどね、で新郎に送る、ね、浮気はやめたもあったりありましたけど、うん、やっぱりね、はい、ま、ちょ、ごめんなさい、ま、落ち扱いみたいになるんですけど、うん、やっぱりね、はい、DJ としてね、はい、僕これいろんなストーリーを考えたんですよ、ラブサントスやん、あのいろんなストーリーがあってね、 DJ が実はね、うん、新婦のことをね、はい、ちょわずかにこうはか、うん、なんちゅうな、やばい、ね、恋とも言えない恋というんですか、はい、まあ、そういうのを抱いていたと しましてね、はい、幸せにおなりようね、うん、なるほどね、しっとりとかけて、うん、で家に帰って泣くと、うん、で家に帰るとこうエンド・オブ・ザ・ワールドね、これ主張が激しい、はい、ね、スキー・ダビッツのエンド・オブ・ザ・ワールド、はい、ごめんなさいね、これ大丈夫、ね、エンド・オブ・ザ・ワールド聞いて終わっていいじゃないですか、どうかな俺のプラン、いいんじゃないですか、ちょっとなんか異論があったら出してくれ、いやいやいや、いいんですよ、ちなみにどんな他にあったの、うん、これ何さんに頼まれて持ってきましたね、これあの一応オチ要因だったんですけど As a final なんですけど、うん、これあの昭和の昔ね、ええ、結婚は人生のほんほんほんやという、まあ、はいはい、そういう、まあ、ちょっと冗談めかした言い方もありましたんで、これから DJ が始まったらウケるんじゃないかなと、確かにね、もう基本的に僕の DJ ウケ狙いのスタートみたいなとこありますんで、なるほどね、僕の DJ で呼んでいただける際はちょっとご注意いただけたらなと思うんですけども、まあ、こうヨーロッパの ねファイナルカウントダウンみたいなカウントダウン、どうかな、茶化される新郎が目に浮かびますね、え、本当に、まあ、二次会やから ね披露宴でやるわけじゃないから、ね、でもご親族にはしっかりとしたあの披露宴がありますからね、はい、
どうかなこんなもんで。ええ感じやと思うよ。うん、素敵です。うん、まあ僕らのノリは分かってもらえたんじゃないですか。俺たちのなんていうのかな、その真剣に二人を祝うつもりのない、ちょっとちょける。なんかこう笑かしに行ってしまう俺たちのこの良くないところですね。というわけで今回もう短いですがお送りしましたのは、友人の結婚式の二次会に DJ で呼ばれた際にかける曲は何特集でした。チャンネル登録お願いします。楽器教則 DVD シェアナンバーワン、アトスインターナショナルのギターレッスン見放題サービスがスタート。 DVD で人気の映像が100本以上見放題。アトスギターレッスン、今日からあなたもギタリスト。